はいどうも、カパン町、アルパカ系 YouTuber カパです。はいどうも、コチャン町、アルパカ系 YouTuber コチャです。二人合わせてカパズチャンネルです。よろしくお願いします。コチャはこんなこと思ったことない？パソコンのメモリって1枚と2枚で性能は変わるの？って、ああ、要はシングルメモリとデュアルメモリで違うのかってことね。パソコン自作してるとそれは思うよ。結局どっちの方が性能がいいんだろうって。というわけで今回は、シングルメモリとデュアルメモリ、性能差対決。最強の男は誰だ？壮絶筋肉バトル、メモリナンバーワン決定戦。筋肉全然関係ねえ。どこかにモンスターボックス転がってない。あの頃の筋肉はめっちゃ熱かった。激しく同意。では、やっていきます。なんというか、こんな導入ですいません。はい、というわけで今回見ていくのはメモリさ。この子たちに活躍してもらいましょう。これは前にも登場したメモリだね。これで今回は主にベンチマークテストを行い、その数値を比べていきます。使用するパソコンのスペックはこちら。CPU は、インテルコア i7-9700K。グラボは、ラデオン RX5500X T4GB。そしてメモリは 8GB です。このメモリが1枚になるか2枚になるかってことだね。はい、8GB1 枚と、4GB2 枚で見ていこうと思います。そして今回測定していくものはこちら。順番に、シネベンチ、FF14 ベンチ、FF15 ベンチ、動画エンコード時間となります。これらでシングルメモリ、デュアルメモリの性能差を見ていこうと思います。それでは早速やっていきましょう。どうぞ。はい、それではまずシネベンチやっていきましょう。メモリはそれぞれ、左が 8GB1 枚のみ、右は 4GB2 枚の構成で回しています。左がシングルメモリ、右がデュアルメモリってことだね。画面にはそれぞれタスクマネージャーも開いています。見にくくてすいません。で、それぞれ走らせていくわけなんですが、私たちは静かにしてちょっと見てみましょう。こんな感じです。全然違いがわかんないんだけど。はい、タスクマネージャーを見ても、メモリ使用の数値はほとんど一緒でした。では、そんな感じで回した結果どうなったのか、発表しましょう。マルチスコア、9157、対、9146。シングルスコア、1222、対、1239。お、出たね。結果は、スコアが高かった方に丸をつけていきましょう。こんな感じ。あら、見事に分かれたのね。と入っても、数値差はほとんどありません。確かに、このくらいだったら誤差の範囲内と言ってもいいかもしれないね。まあ、シネベンチは CPU の性能を見るものだから、そんなにメモリは関係ないのかもしれないね。まあ、一勝ずつでバランスは良かったね。では、以上、シネベンチでした。はい、それでは続いて FF14 ベンチやっていきましょう。早速走らせているね。せっかくなので、ちょっと見てみましょうか。かっこいい。って、違いが全くわからないんだけど。はい、ご覧の通り、まだ序盤ですがほとんど差はありません。ベンチの速度、数値ともにほぼ一緒だもんね。では、こちらも結果を見ていきましょう。シングルメモリ、スコア、10,740。デュアルメモリ、スコア、10,355。おー、出たー。評価はどちらも、非常に快適でした。あれあれ、これは結果がだいぶ分かれてるみたいだけど、スコアが3000くらい違うんだけど。どうしてなんでしょうねー。わからないの。さっぱりです。正直すぎない。でも、参考になるかわかりませんが、4GB1 枚の場合と、8GB2 枚の 16GB の場合も回してみました。番外編みたいな感じかな。で、結果は、スコアはそれぞれ、10,797と、10,3918でした。あら、これも結果が分かれたね。って、おいおい、大変なことに気づいちゃったんだけど。どうしたんだね、ワトソン君。8GB1 枚より 4GB1 枚の方がスコアが高いんだけど。あ、本当だ。しかも、8GB2 枚よりも 4GB2 枚の方がスコアが高いんだけど。あ、これも本当だ。シングルメモリだとスコアが伸びないのかもしれないね。それに、4GB2 枚で頭打ちなのかもしれないね。これはなかなか興味深い結果になったね。意外と研究の価値ありなのでは。もっと追求していきましょう。では、次のベンチです。はい、それでは FF15 ベンチマークやっていきましょう。親の顔より見た全部だね。親孝行しようよ。じゃあこれも少し見てみようか。
はい、こんな感じです。これもやっぱりほとんど差がないね。まあ、まだまだ序盤ですから。では、これもさっさと結果発表していきましょう。シングルメモリの場合、スコア、4039。デュアルメモリの場合、スコア、4255。そして評価はどちらも、普通。おお、出たね。この結果は、差があるのか。まあ、200くらいの差だけど、スコアが4000台だからね。スコア的には 5% くらいの差があるってことになりますね。あと、ちょっとカットして進めるんですが、進み具合に注目。あれ、デュアルメモリ側の方が早く進んでるんだけど。開始は合わせた状態で再生していますが、進行速度に差が出ましたね。この進み具合もスコアに影響しているのかもしれないね。やっぱり興味深いです。以上、報告でした。では、次行っちゃおうか。次が最後です。はい、それではエンコード時間、測っていきましょう。なんか画面がごちゃついてるんだけど。いろいろと窓を開いているから見えにくくてすいません。ただいま動画編集ソフトで動画をエンコードしている最中です。ここで見るとしたら、それぞれ真ん中の映像の部分ですね。ここです。ガイドありがとうね。じゃあ、せっかくなのでちょっと見てみましょうか。左右でだいぶ映像が違うんだけど。スタートは合わせたんですが、早速違いが出ているようです。では、待っているのも大変なので、これも結果を申し上げましょう。今回はエンコードにかかった時間を比べていきます。シングルメモリの場合、13分15秒。デュアルメモリの場合、8分40秒。これはかなり差が出てるんだけど、4分30秒くらい差があるんだけど。ちなみに、おまけなんですが、4GB1 枚の場合と、8GB2 枚の場合も測定してみました。4GB1 枚の場合は、13分。8GB2 枚の場合は、8分35秒。お、出たね。って、あれあれ。4GB2 枚の場合と、8GB2 枚の場合は、メモリの大きさの通り終了時間も早くなってるんだけど、8GB1 枚の場合と、4GB1 枚の場合は、4GB の方が早く終わってるってどういうことなのさ。なんでだろう。8GB 先輩なめくはダメっすよ。そんなんだから 4GB のメスガキにバカにされるんですよ。へぇ、ザーコ、クソガーと、言ったところで、それでは最後にまとめをして終わりとしましょう。はい。はい、それではまとめいきます。シングルメモリ、デュアルメモリの場合、それぞれスコアを見ていきましょう。シネベンチ、マルチスコア、9157対、9146。シネベンチシングルスコア、1222対、1239。FF14 ベンチ、10740対、103955。FF15 ベンチ、4039対、4255。エンコード時間、13分15秒対、8分40秒。以上が結果のまとめとなります。うお、来た。では、それぞれ見て、スコアが勝っている方に丸をつけていきましょう。それでは上から。はい、出ました。これはもはや圧倒的。シネベンチマルチスコアがシングルメモリ優位でしたが、それ以外は全部デュアルメモリに軍配が上がりましたね。ということはつまり、はい、ここに結果を宣言しましょう。メモリは、シングルメモリよりもデュアルメモリの方がいい？ QED、証明終了。ここにまた一つ新たなトリビアが生まれました。無駄知識でもないし、こういう検証も他の人がたくさんしてるからね。まあでも、個人的に気になっていたことなので、それを自分自身で確かめることができたのでよかったです。よかったよかった。はい、動画は以上となります。この動画がよかったらいいねボタン、チャンネル登録をよろしくお願いします。このチャンネルでは、PC やジャンクなどオープン主の好きなことを中心にやっていきます。コメントもお気軽にどうぞ。以上、この動画は、アルパカ系 YouTuber カパと、アルパカ系 YouTuber コチャがお送りしました。それじゃあまたね、カパンチョー。